スターウォーズシリーズスターウォーズ登場人物一覧、麻生カ、他の麻生カ・タのは、アメリカの SF 映画、スターウォーズシリーズの映画、スターウォーズ、クローンウォーズ及びそのテレビシリーズ、スターウォーズ反乱者たち、その他のスピンオフ作品に登場する架空のキャラクター。シャクティと同じ、惑星シリ出身のトグルータという種族の少女である。実写ドラマ、マンダロリアンにも登場する。 アニメーションの声はアシュリー・エクスタインが担当。実写ドラママンダロリアンではロザリオ・ドーソンが演じる。日本語吹き替えはアニメ、実写とも伊藤聖。あそう方のはジェダイマスタープロクーンによってジェダイとしての素質を認められ、3歳の時にコルサントのジェダイ聖堂へと連れてこられた。そして14歳の時にヨーダの遺行でアナキン・スカイウォーカーのパダワンとなった。 アナキンは当初、アソーカオ弟子と認めなかったが、クリストフシスの戦いで共に戦ったことにより、彼女が自分と同じ性格の持ち主であると知ると、彼女を認め、以後行動を共にするようになる。また、ジェダイになるきっかけを与えてくれたプロクーンも尊敬しており、彼の乗ったベネター級スターデストイロやトライアムファントが独立政型連合の秘密兵器。 マレボランスによって撃破された際には生存が絶望されているにもかかわらず救出を熱望しマスターと共に救助に向かっている。クローン大戦ではコマンダーとしてアナキン率いるクローントルーパーの精鋭部隊第501大隊と共に戦った。麻生家は彼らと親しい関係になり指揮官であるキャプテンレックスとは上官と部下の関係だけでなく 親しい友人となる。アナキンのパダワンになった当初の彼女はレックスから礼儀作法などを学ぶ。アソーカは数々の戦いを乗り越え多くの戦果を残したが、ジェダイこそが共和国を苦しめていると考えるようになった友人、バリスを非に罠にはめられ、ジェダイ制度を襲撃の犯人に仕立て上げられてしまう。バリスの工作は周到なもので、ジェダイ表議会は、 彼女の追放を宣告し、彼女を無実と信じたのは、アナキンアレックスなど、クローオン大戦を通して親しい関係だった、わずかな人物のみである。しかし、死刑判決を受ける直前で逮捕されたバリスが自白、冤罪を逃れることができた。評議会は、麻生家に、ジェダイへ戻る機会を与え、さらに、パダワンからナイトへ昇格させる話を持ち出す。彼女のマスターとして、 アナキンから、また、評議会を代表して、プロクーンから謝罪の言葉を受けたものの、ジェダイ評議会の信を得られなかったことから、麻生家自身も自分を信用できなくなり、評議会とアナキンから離れて、自分自身について考えるために、アナキンの引き止めにも応じず、ジェダイ制度から去る。エピソード3、シスの復讐へとつながる未公開エピソードであり、2020年に、 ファイナルシーズンとして公開された物語では、ジェダイ騎士団脱退後、17歳となったアソカは、とある経緯からマンダロア包囲戦に参加し、そこでレックス率いる第501大隊と再会。ダースモールを捕獲するため、かつての戦友たちとクローン対戦で最後となる、共闘を果たす。その後、レックスと共に死を装って、帝国成立時に発された、 オーダー66の脅威から免れたアソーカは、レックスと共に逃亡生活を送った後に彼と別行動を取る。そして、ジェダイ壊滅後に元ジェダイとして反乱勢力に参加し、かつてのシアナキンがホースの暗黒面に落ちたことを知らないまま、彼の所属する銀河帝国を相手に戦うことになる。反乱者たちシーズン一では、フルクラムという偽名を使い活動していたが、 最終話でエズラたちの前に名前と姿を表す。シーズン2第1話ではダース・ベイダーと勘応し、彼がかつてのマスターであるアナキンと尻衝撃を受けて意識を失っている。その後、ベイダーの手によって戦力が激減したフェニックス反乱分子へ新たな戦力としてレックスと合流する。ダース・ベイダーとは幾度のフォースでの開口を経て、 シーズンに最終話ではついに再開する。戦闘中に一度は気絶させられるが、エズラを足止めするダース・ベイダーを背後から奇襲し彼の仮面に傷をつけて、アナキンの素顔をかいまる。一度はアナキンは死んだものとし彼の仇を取ると、ダース・ベイダーに宣言するが、実際にアナキンの素顔を見てしまい衝撃を受ける。その後は、ダース・ベイダーを足止めし、エズラたちを逃すために崩壊する。 シス人員に残る。その後シーズン4で再登場し、ベーダーに切られる直前に、ハザマの間から出てきたエズラに救出され、一命を取り留める。ハザマの間でパルパティーンの攻撃をしのぎ、エズラと別れる。実写ドラマ、マンダロリアンでは、惑星、コルバスで、主人公のマンダロリアンに出会い、協力して、帝国の残党を倒す。彼が、 同族に戻そうと連れてきた、ヨーダと同じ種族の幼児ザ・チャイルドと医師を通わせて、その本名が、グローグーであることを知る。だが、ザ・チャイルドが、帝国から逃げ隠れた経験により、怒りと恐れを内面に抱えることを知り、死のアナキンと同じ運命に至ることを恐れて、その訓練は断る。代わりに、大ン製のジェダイ聖堂に行くよう進める。クローンウォーズの監督、 デーブ・ヒロウニは、インタビューで、宮崎駿監督作品、もののけ姫のヒロイン、さんからインスピレーションを得て作り上げたキャラクターで、麻生家の頬の模様は一番のお気に入りであるさんへの、オマージュであると発言している。無鉄砲かつ生意気な性格弟子であるアナキンとはまさに、似た者同士であり、命令違反も珍しくはない。アナキンと出会った当初は、弟子と認められるために、 積極的に行動していたが、時にはそれが裏目に出ることがあった。ユーモアのセンスもあり、マスターをスカピオン、デストロイヤードロイドを玉転がしと呼んでいる。また子供好きでもあり、誘拐された子供の面倒をよく見ていた。麻生カは年齢の割には非常に高いライトセーバーでの戦闘能力を有していた。彼女は戦闘の際に主流から外れた。 支援の逆手持ちのスタイルで戦っていたが、後にマスターの強い勧めに従って、通常の握り方に変えている。さらに、クローンウォーズシーズン3第10話からは、大小二振りのライトセーバーを常に所持し、二刀流に変化する。彼女のテクニックは素早い動きとフェイントの組み合わせであり、その先方の極意は猛烈な勢いで、戦いの場を縦横無尽に動き回ることで敵を。 疲弊させることにあった。アソーカの戦闘能力の高さは、一人で三体の IG-100 マグナガードを倒したことや、少なくとも一時的にアサージベントレスやグリーバス将軍を相手に優位に立ったことでも示されている。反乱者たちのシーズン2においても二刀流だが、ライトセーバーの握り方は逆手持ちに戻っている。ライトセーバーの色は白だが、これにはジェダイでも、 シスでもないという制作人の意図がある。ケイナン・エズラ、ゼブの3人で歯が立たなかった、ブラザーフィフスとシスターセブンのコンビにアソーカは圧倒的優勢に戦闘を進めたことから、その高い戦闘力は健在と言える。マンダロリアンのシーズン2第5話でも変わらずに登流だが、ライトセーバーの握り方は順手持ちとなっている。しかしモーガン・エルスベストの戦闘で、 片方のライトセーバーを破壊された際には、アナキンに弟子入りした当初と同じ支援の逆手持ちのスタイルで戦った。ありがとうございます。